今年度、由利本荘市の地域おこし協力隊として着任したのは、柳原忠さんと松崎清久さんの2人です。2人はアウトドアレジャー担い手プロジェクトに従事することになります。プロジェクトでは、市内におけるアウトドア団体などの支援業務や観光プロモーション業務、そして新たな観光資源の発見、磨き上げ業務などを行う予定です。交付式では、港市長から2人に委嘱状が手渡されました。由利本荘市長、港貴信、よろしくお願いします。あなたに由利本荘市地域おこし協力隊の任を委嘱します。令和5年4月1日由利本荘市長港貴信、よろしくお願いします。柳原さんはこれまで長野県茅野市でケーブルテレビ業務に従事し、ディレクター兼カメラマンとして長年アウトドア番組を担当してきました。そういう部分では長野信州は山、松崎さんは新潟県でアウトドアが学べる学校に入校した後、子どもたちの自然体験教育指導者として活動を行ってきました。挨拶に立った港市長は、地域の豊かな自然、市民との交流を楽しんでいただきながら、アウトドアレジャーの先進地からいらした2人の経験を生かして、地域の活性化に取り組んでいただくことを期待しています。と、新たなプロジェクトを担う2人に激励の言葉を送りました。仕事を通じてですね、アウトドアの情報番組を20年以上作ってました。その中で、キャンプしたり、登山したり、カヌー乗ったりっていうところで、自分はどっちかというとディレクター兼カメラマンだったので、演者を楽しませながら、番組を作ってきたもんですから、その中で私も楽しみながらやってきたっていうところが正直なところです。あくまでも情報発信のところは、仕事上やってきましたけども、アウトドアのところはあくまでも私は趣味の延長でいろんな世界をやってきたつもりではいますけども、専門的な知識がないもんですから、そういった部分を自分も学びながら、なおかつ、アウトドアを楽しみたい人に、その楽しさを伝えていければなと思ってます。最初に就職したのはその埼玉で市役所の職員をしていて、その後に新潟に移ってから、そのアウトドアの関係、アウトドアの専門学校があるんですけど、そこに3年在学して、でその後、そこから自然体験活動指導者であったり、であとちょっと間に保険の営業とかも挟んで、そういった仕事をしてきました。はい、やっぱり自然がすごい近くにあるので、そういう感じられる、自然が感じられて住みやすいっていうのが今のところの印象ですね。そういう、アウトドア団体とかの交流も含めて、ちょっと経験ですとか知識を増やして、その任期終了後の自分の活動にこう結びつけていけるような、ふうにしたいというふうに思っています。由利本荘市では現在6人の地域おこし協力隊がそれぞれのプロジェクトに取り組んでいます。柳原さんと松崎さんは観光振興課に配属され、今後地域のアウトドアレジャーを新たに発展させていくため、さまざまな活動に取り組むことになります。お願いします。はい、チーズ。